Buddy Fight X. Use the powers of chaos monsters to upgrade this world. Gear God 7, scrap this junk. Chaos Control Crisis, on sale now. Bushy Road. Bermuda Triangle! Divas, welcome to your all-star stage. Let's have fun this summer too. Vanguard G, Prismatic Divas, available July 21st. Featuring SP Clampax Mew. ワールドバディマスターズが終わって早2日、ワールドナンバーワンになったミカドガオーを筆頭に、大空彼方やクローズガイトたちの人気はますます高まって鬱陶しい限りですし、本来なら相棒学園の生徒会長を務めるこの指導マゴロクこそが生徒たちのアイドルであるべきですし、お前の人気がないのは今に始まったことじゃないげ。この間だって皆さんの健やかなる学園生活のため、僕がデザインしたこのかっこいい制服を学園に導入するですし、なんでですし、僕はどうすればいいですし。頭を使うげ、マゴロク。俺様はボーンマスターの名を誇るレベルガローズだげ。なるほど、お前の力を使ってあいつらを。バディファイ飾らないそのままの君でいて、涙を薄めて吐いて、ベーソーファイト。何度も磨いてきたスタイルは君だけの到達点、全部が背負りでは語れない、小僧の母親にバレちまってんな。で、ここに来たってわけだ。なら、ガオーは無事なんだな。バディポリスに運ばれたって聞いた時はびっくりしたけど。ああ。一応検査した方がいいってガオーママがバディポリスに連絡したです。検査の結果だけど、今のガオー君を元に戻す方法は発見できなかった。マジかよ。そんなことだろうと思ったぜ。全て俺に任せとけばいいもの。アッツ、タスク先輩の努力が無駄だったとでも言いたいのか。そうだ、ガオーが無駄な努力だったって言ってるです。お前も雑に伝えるな。だが新たな発見があった。今のガオー君には人間に憑依する能力が備わっていると分かったんだ。俺にそんな力が。ガオーインタスク、二人で一人のバッテンバスター。憑依？憑依ってなんだ。憑依というのはお化けみたいに別の誰かに取り付くことです。もしも本当に人に取り付くことができるなら。ああ、硫化した自分の体に憑依すれば元に戻れるかもしれない。よし、やってみる。やっちまった。もしかしてお前ガオーか。ああ、弾き飛ばされた拍子にノーボルに憑依しちまって。おい猫シャツ。お、なんだチビパンダ。トラだって言い返さない。ガオーが憑依してる証拠です。こいつは面白いな。おいガオー、今度は俺に取り付いてみろよ。ああ、お安い。
い御用だぜ。あれ、どうしたです？こっちの方が登るより居心地がいいみたいだぜ。なんだよそれ。ねえ、ガオ君に取り憑かれてる間ってどんな感じなの？それが不思議なんだ。自分は半分寝てるみたいで、あとの半分はガオと一つっつうか一体化してるっつうか。提督入ります。タスク先輩探したであります。オーク、しっかりやってっか。え、詳しいことは後で話すよ。それより何の用だ？お二人ともそろそろ出発しないと遅刻するであります。そういえば今日は相棒学園の皆さん、こんにちはであります。今日は自分たちバディポリスと一緒にバディファイト大会における正しいマナーを学びましょうであります。どうしてこんな集会の手伝いをしなきゃいけねえんだ。ミラクルライフのためです。じゃあ行くぞ。来い。うまくいったのか？おい、憑依完了だぜ。それにしても頭重たいな。髪の毛多すぎだろ。見た目と声はガイトなのに全然ガイトっぽくないな。それならたこ焼きを食べて俺は言った。とても運命と。どうだ？ますます遠ざかった気がする。面白そうだね。じゃあカナタ、お前も体験してみろよ。え、カナタ、すいません、ボールお願いします。おう、俺に任せろ。不吉な運命を感じる。中身はガオーだからな。それ、おお、見たくなかった。いくらガオーが取り付いているとはいえ、サッカーが下手なカナタなんて。おいカナタ、大丈夫か？なかなか興味深い体験だったね。お前もガオーと意識を共有させたか？ああ、ガオーの存在を直に確認できた。直に確認？ガオー君、今度は僕に取り付いてくれ。先輩、俺こっちなんだけど。タスクも興味あるの？いや、興味だけじゃない。というと？ガオー君に憑依してもらうことで彼を元に戻す手がかりが得られるかもしれない。なるほど、名案だ。そう、分かったぜタスク先輩。うまくいったぜ。もうすぐ出番です。そんな時間か。みんな行こう。小僧もさっさとタスクから出ろ。分かってるって。あれ、おかしいな。どうした？なんでかわからないけど出られないんだ。なんだと？何をしているでありますか？ちょっと待て。急ぐであります。そいつは。さあタスク先輩、任務であります。よしさ、みんな今日も元気にファイトを楽しんでるか？タスク先輩はそんな挨拶しないであります。悪い、つい。二人ともどうしたの？どうしたのって言われても体が言うことを聞かないんだ。なんだと？ あれはゲシャ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 。この俺様にかかればカナタもガイトも操り人形だげ。やめてよ二人とも。ガイト落ち着け。おやおや、これは大変ですし。みんなのお手本であるべき君たちがなんて姿ですし、これは重大な問題ですし。ちょっと待つんだ。これには何か理由が。黙らっしゃいですし、言い訳は見苦しいですし、ここは生徒会長であるこの僕が全て取り仕切るですし。これで彼らの人気はガタ落ちですし。ちょっと待て。炎で闇を焼き尽くし、光で誰かの心を照らす。太陽番長、ここにあり。指導会長、この太陽番長の目はごまかせないぜ。おのれ、太陽番長って。あれ、なんでタスクが太陽番長の決め台詞を言ったですし。細けえことは気にすんな。それより
あんたの悪巧みは全てを見通したぜ。何の話ですし。とぼけるな。貴様のバディモンスターがカナタとガイトを操ってこの騒ぎを仕立て上げたのだ。そうです。何ですしその語尾は。ですんなんて変ですし。ですしの方が変です。ですんの方が変ですし。変なのはですんですし。いや、ですしです。どっちも変だ。やめろ、うるさい。どうですし、僕にあらぬ疑いをかけるのならファイトで白黒はっきりつけるというのは。なんだと。勝手なこと言うなであります。ファイトしないというのなら、騒ぎを起こしたお前たちは反省の証として僕のデザインした制服を着てもらうですし、その上でこの制服のキャンペーンボーイズになってもらうですし。面白い。このファイト受けて立つぜ。というわけで始まりました、今回のファイト。指導マコロク生徒会長と龍炎寺タスク選手の対決です。立ち上がれ、天下無双の最強竜、スネーズ強雷魔王竜。自分の力で倒れるがいいですし、ルミナイズマリオネットですし、バディファイト。オープンザクラック、ダークネスドラゴンワールドですし。ドラゴンワールド、これはどうしたことか。タスク様にもかかわらずフラッグはスタードラゴンワールドにあらず。デッキもガオちゃんの強雷魔王竜ならバディまでもジャックじゃなくてバッツですって。え、ガオちゃんが。なんですと。ここで驚きの情報が入りました。詳しい事情は分かりませんが、なんとタスク様には今ガオちゃんが取り付いているそうです。英語っぽく言うとガオインタスク、タスクインガオ。はてさてどっちだろう。正解はガオインタスクだに。どうでもいいですし、そんなことよりこれは千載一遇のチャンスですし。何がぐ。奴を倒せば帝ガオと龍炎寺タスク二人に勝ったことになるからですし。バディファイト X。 Now let's begin the fight. It is time for an upgrade. I shall be the one to change this world. Trial Deck Volume 1 and 2 on sale now. Bushy Road. Vi Schwartz. Poppin' Party takes the stage once again. Join the girls in their search for the star beat with your favorite cards. Bang Dream Booster Pack. Now on sale. Bushy Road.先行は指導会長。チャージ&ドロー。ボーンレイバーサブラージをセンターにコールですし。力を貸してあげてもよくてよ。サブラージファイターにアタックですし。まずは小手調べ、ターン終了ですし。どうしたの。応援したいんだけど、この場合頑張れガオーなのか頑張れタスク先輩なのかな。それは今必要な話か。二人とも負けるな。今のがベストアンサーだな。俺のターン。チャージ&ドロー。装備魔王剣ドラグオイヤー。ガオインタスク選手がドラグオイヤーを装備。見た目がタスク様なのでちょっと新鮮なビジュアルかもだ。レフトにチビパンダをコール。寿司人間をやっつけるです。魔王竜バッツをライトにバディコール。一気に勝負をつけてやるぜ。魔王竜バッツ相棒学園ファイティングステージに降臨だ。バッツサブラージにアタックだ。そうは問屋が下ろさないですし、サブラージの能力発動。相手が単独攻撃の時ゲージ2を払えば相手のモンスターに攻撃を変更できるですし。あなたのお相手はあっちよ。何？お、なんでこっちに来るんですか。あなたが勝手に動いちまうんだよ。兄貴チビパンダ。最強の魔王竜も僕の前では赤子同然ですし。貴様俺様をなめるな。まずはお前だ。おりゃ
帝ガオー、いやガオーインタスク、お前たちを倒して僕の時代の幕開けですし、ドローンチャージ&ドローン、ゾーブデスシュペンシュライバー、さあ死のモンスターよ戻ってくるですし、タブラージュをレッドにコール。何？やつはさっきバッツが倒したはず。このアイテムデスシュペンシュライバーはドロップゾーンから攻撃力ゼロの種族性モンスターを1体コールできるですし、ボーンレイバーアウダークスをセンターにコールですし、ボーンマスターレブルガローズをライトにバディーコールですし、ギシャギシャ俺の新しい力見せてやるげ。どうだ、おしゃれに決めてみたげ。おしゃれはどうでもいいですし、サブラージファイターにアタックですし、アウダークスの能力発動、ライトの魔王竜バッツを操って相手ファイターにアタックさせるですし、殿逃げろ。無理、レブルガローズの能力発動、まさか逃げる。よしよし、バッツ今度は俺のマリオネットになるげ。くっ、もういい加減にしろ。レブルガローズのもう一つの能力、ゲージ1を払えばターン中もう一度行動可能となり、再びバッツを操ることができるですし、レブルガローズの能力発動ですし、よしよし、あのバッツが手玉に取られるなんて、まさかここまで苦戦するとは誰が予想したでしょうか。ライフ2まで追い込まれたガオーインタスク選手のターンです。いくぜ、俺のターン、ドロー、チャージアンドドロー。もう僕の勝ちは揺るがないですし、勝負は最後の最後までわからねえ。切り込み隊長デルタをレフトにコール。バッツ大将任せてください。デルタセンターのアウダークスにアタックだ。おお、食らい上がれ必殺のデルタ切り、キャストデビルスティグマ。いやー、おっと、シロー隊長カウンター魔法でセンターを自ら破壊してゲージとライフを増やす。バッツでファイターをアタックだ。無駄ですし、サブラージの能力発動、バッツをまた操るですし、それにやりですし、もう僕の勝利は目前。マゴロク前を見るげ。よくも貴様、キャット黒竜の盾ですし、まだだ、俺を舐めるなですし。でも僕のライフが5以下にならなければバッテンバスターは食らわないですし、ぜカオーインタスク選手、バッテンバスターを放たんがため相手のライフをさらに削りにかかる。2回攻撃、キャストミッドナイトシャドウ、僕のライフは6、これでは頼みの綱のバッテンバスターは使えないですし、減らず口を叩きやがって。おい小僧、なんか手はねえのか。おお、任しとけ。はあ、やばいげ、サブイボ立ったげ。キャスト軍師の計略二段構え。いやー、ガオーインタスク選手、ここで軍師の計略二段構えをキャスト。その効果でバッツは再攻撃が可能となった。ここでライフを削られたらバッテンバスターを食らってしまうですし、バッツファイターにアタックだ。ガオー選手、一
体何が起きているんだ。小僧、そういうことか。どうした。私はずっと考えていたのだ。ガオーがタスクの体から出られなくなったそのわけ。こんなはずではなかったですし。こりゃマゴロクの負けだげ。36系逃げるが勝ちだげ。そんなですし。友として良きライバルとしてタスクはガオーに強い思いを抱いている。それが原因だったのだ。タスクの思いはファイトすることによりさらに高まり、今やタスクは身も心もガオーと同化した状態となった。キャスト、必殺雷槍なら抜けられそうだ。さっさと出ろ。おい、やった。おっと、タスク先輩、俺のパワーが流れ込んだからな。大丈夫か、タスク先輩。ガオー君、僕にもようやく見えたよ。すまないガオー君、結局元に戻す手がかりは得られなかった。でもファイトで負けを認めた指導会長は例の変な制服の採用を取りやめたそうよ。僕はちょっと着てみたかったけどね。これだから天然は。タスク先輩とバッツのおかげだぜ。お、そうのミラクルライフが満点になったです。え、ガオー君が。これで本当に元に戻るのか。あの変なじいさんの言う通りだったな。みんなありがとう。ね、元に戻れそうだ。バッツ、なんだ、さっさと元に戻れ。恩に着るぜ。サンキューな。ふん、まったくこの大バカ野郎が散々苦労かけやがって。俺は嬉しくもなんともねえぞ。兄貴、パワーを抑えるです。小僧、なぜ元に戻らない。おいおい、ゼオ、バディポリスの設備を破壊したせいでミラクルライフがゼロになってしまったんだね。残された時間は明日一日だけだぞ。大丈夫なの。困ったことになったです。どうしよう、バッツ。どうしようってどうしよう。 Here comes Aqua in Love Live School Idol Festival. Introducing Aqua, a brand new school idol group. Let's tap along together. Join the club today. Mew Mew! These cute divas of Vanguard are now in a trial deck. Let's start playing Vanguard with this too. Debut of the divas available July 21st.今日の最強カードはこいつだ。ボーンマスターレブルガローズ。ガローズをレストすることで相手モンスターにファイターを攻撃させることができるぞ。一度だけスタンドする能力もあるから連続して相手モンスターを操れるんだ。さあ今日もバディじゃんけんだ。まずよろしく頼むぜ。バディじゃんけん、じゃんけんポン。最近は普通にじゃんけんするのね。心からだらけに
時間がない。頼むバッツ、なんとかミラクルライフを自由にしてくれ。あれ、なんか俺薄くなってねえか。次回タイムリミット、ガオーが消滅する日で、バディーファイ。Show them true chaos.